い皆さん、あつ森幼稚園に入園おめでとうございます。初めての幼稚園で不安だと思うけど、みんな仲良く遊ぶのよ。わかった？はーい。あらみんな元気がいいわね。その調子よ。あの先生。ん？なに？ハムスケくん。先生、ここって幼稚園ですよね。幼稚園なのにどうしておばさんがいるんですか？なんですって？誰がおばさんですって？ハムスケくん、先生に向かっておばさんとは何事よ。もう頭かち割って脳みそチューチュー吸っちゃうわよ。もう。違います、違います、先生のことじゃないですよ。違いますよ。あの先生のことじゃなくて、この横の女の子のことです。だって一人だけ服が大人っぽいし。何？おばさんって私のこと？何言ってんのよ、この前髪チョロスケが。だって一人だけ服が変じゃん。なんだよその服。なんだよ。あら知らないの？これ世界的有名デザイナーのしずえがデザインした制服よ。まああなたたち一般人にはとても着れる金額じゃないけどね。なんだと？誰がチンパンジーだって？どっからどう見たってハムスターだろう。あとさっき言ってた前髪チョロスケってなんだよ。前髪チョロスケって。はいはい、喧嘩はそこまでにしなさい。やれやれ。はい皆さん、じゃあもうすぐ送り迎えのバス来るから、ここで並んで待ってるのよ。ブルーンブルーンキーん？ブーンブーン。おいみすず、迎えに来たよ。さあ帰るよ。乗って乗って。はいお父様。それじゃあ皆さんさようなら。ブーン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 。みすずちゃんちって金持ちなんだな。すげえ。なんかうちのお母さんが言ってたんだけど、みすずちゃんちって宝くじが当たったんだって。一等1億円だって。なに1億円ってことはうまい棒何本買えるんだ？何本だ？ちょっとハムスケくん、お金持ちはうまい棒とか買わないと思うよ。だってこの世の中うまい棒より美味しい棒はたくさんあるんだから。何言ってんだよ、うまい棒より美味しい棒なんてあるわけないじゃん。いいな、俺も1億円当てたいな、当てたいな。ちょっとどういうことよ。みんななんで会社休んでんのよ。もうみんな熱が出たから休むとか言ってたけど、絶対モンハンよね。モンハンしたいから休んでるに決まってるわ。まったく。ああおかげで今日も残業だよ。まあ帰ってもすることないからいいんだけどね。もうゆきみさん、いつまで仕事してるの？もう今日は帰っていいわよ。お疲れ様。まだ仕事いっぱい残ってますけど、いいんですか社長？ありがとうございます。いいのよいいのよ、私も早く帰ってモンハンやりたいの。さあ帰りましょう帰りましょう。ちょっと社長もですか？まったく、こんなことだとこの会社潰れちゃいますよ。もう。ああ私もモンハン買おっかな。ん？あれ？もしかして、みすず？みすず？あら、ゆきみちゃん、何してるの？こんなとこで。久しぶり、久しぶりだね。うん、久しぶり。職場がこの近所なんだ。そうなんだ。うち、この近所だから、今度遊びにおいでよ。行く。
って行く、絶対行く。こんにちは、お邪魔します。すっごい、すっごい。いらっしゃい。何よ、すごいって。だってここ超高級住宅地で、しかも一番高いマンションじゃん。すごいじゃん。そんな、そんな大したことないわよ。それよりお茶しましょう。入って入って。ちょっとかわいい、かわいいわね。ねえ、何歳、何歳なの？もうすぐ2歳よ。いつもは泣いててうるさいんだけどね。そうなんだ。でもやっぱりみすずは相変わらずお金持ちね。すごいわね。いやあ、そんなことないわよ。宝くじ買ったら毎回当たっちゃうだけだよ。大したことないよ。幼稚園の頃からみんなで噂してたのよ。みすずの家が毎回宝くじ当たるのは座敷わらしが言うからなんじゃないかってね。そうなの？ちょっとやめてよ、やめてよ。なに、どうしたのよ。私、幽霊とかお化けとかちょっと無理なんだよね。だって夜中トイレ行けなくなっちゃうじゃん。もうやめてよ。そうだったの？座敷わらしはいいお化けだけどね。その家に幸運をもたらすいいお化けだよ。無理、無理なものは無理なの。もう雪見、今日は帰って。またね、バイバイ。みすず、なんかごめんね。じゃあまたね。なんかみすずに悪いことしちゃったな。なんか本気で怖がってるみたいだったもんな。ただの噂話なのに。ん？あれ？なんだろう？なんかカバンが落ちてる。ん？はい、じゃあこれ。持ち主が現れなかったから、ゆきみさん持って帰っちゃって。1億円。いいんですか？本当にいいんですか？やったー、やったー。皆さん、お分かりいただけたであろうか。お分かりいただく前にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕のこと嫌いだったの？嫌いだったの？こっちのお姉ちゃんについていくか。よし。みすずの買った宝くじは二度と当たらなかったという。